はい、皆さんこんにちは、さきです。ハッピービログマスデイ18。本日もこんな下からね iPhone で撮影していますが、そうすいません、本当に撮るトピックもねいろいろと迷っているんですけど、そう今回はですね、この機会を利用してちょっとね大変なというかネガティブ面についてお話ししていけたらいいかなと思うんですよ。国際結婚の 大変なこととか、留学と移住の違いとか、そういうホームシックのお話とかをしていきたいと思います。そうなんですよ、私結構ね新しいものとかにも物おじをしないタイプだと思うので、割といろんな人がね、あのなんかホームシックとかないんやろうなっていうことをね言ってくるんですけど、実はね移住してきた時にホームシックになりました。もうね、そう1年前に移住してきて、で今もう1年と半月ぐらい経ってるんですけど、1年前の今頃は本当にね、なんかなんで来たんやろうって思っていました、実は。そうそうそう、でなんか動画とかで上げてると SNS とかこう YouTube の動画ってどうしてもこう表面っていうか楽しいところしか動画にしないと思うので、あんまりねそういうところはね気づかれてなかったと思うんですけど、実はね私、こんな私にもホームシックがあったんですというお話です。はい、でホームシックはなんで起こったのかっていうと、やっぱりね移住と留学って全然モチベーションが違うんですよね。留学の時ってわ友達作るぞ、よっしゃ頑張るぞみたいな感じで、こうバイタリティあふれる感じでね、あのすごく積極的にお話もできるようになるし、私がフィンランドに来た時はもうすでに英語もね、あの日常会話というか結構話せていたので、特に英語の語学の支障は、まあ、そんなになかったんですね。でフィンランドでは結構ね英語が通じるっていうこともあって、まあ、フィンランド語はあんまり知らない状態で来ましたけど、英語でお話ししてもまあほぼほぼのね確率で大丈夫やったので、なんかね特にそうやって心配事はねありませんでした。留学来てこっちに引っ越してきてすぐに学校生活が始まって、で学校生活が始まるともうねたくさんのそのイベントがあるんですよね。お友達を作るためとかにイベントがたくさんあるので、そういう機会を経てお友達を作ってすごいね楽しい学生生活を過ごせていたんですよ。ですが今回ですね、まあ、コロナ禍でね移住をしてきたということもあって、まあ、もちろんね移住してきてから10日間ぐらいの隔離生活があったり、クリスマスとかニューイヤーとかでたくさんのそのフィンランド語に触れるっていう機会があったんですよ。でまあこれはね勉強してない私が悪いんですけれども、そう移住までね本当に手続きがたくさんありまして、でもうね結構ねバッタバタしていたんですよ。で、あの12月の1日に移住してきたわけなんですけれども、11月の真ん中ぐらいまでは普通に仕事もしてましたし、だからねすごいなんか風のようにこう移住をしたわけなんですよそのファミリーイベントがたくさんありますよね。フィンランドとかのクリスマスってあの家族で過ごすイベントになっているので、もちろん私もフィンランド人の旦那さんの家族とたくさん会う機会がありました。でもちろんそれまでにね会うこともあったんですよ。特にねあんまりこうその時は気にしていなかったんですけど、やっぱりね家族のイベントってなるとね、もちろんね話しているところにはね入れてもらえるんですけど、でもなんかねこう疎外感というか、やっぱりねそうやってフィンランド語ができひんくて壁を感じることはもちろんあったんですよね。それからボーイズたちとお過ごしした年末年始ですね。 その時も私ねすごい体調が悪かったのもあったんですけど、 それもあるしで、あのボーイズたちはね私ほとんど英語で話してるんですけど、なんかねボーイズでもね10人ぐらいいて、こうたくさんこう分かれてるんですよね、グループが。私が仲いいグループはたくさん英語で私にはお話ししてくれるんですけど、なんかねみんながみんなすごいなんかみんなと仲いいわけじゃないんですよ。これが不思議なことに、なんかそのグループの中でもいくつかのグループに分かれていて、でもみんなでお話しする時もあるっていう感じの、こういうなんというんでしょうか、なんかつかず離れずの関係というんでしょうか、っていうのがボーイズグループなんですよね。でその時にそうなんかたくさんそうやってグループでお話しする時があって、で一人女の子が、そうほとんどみんな英語がお話しできるんですけど、一人の女の子があのフィンランド語しか話せないんですよね。で私はその時というか、まあ今もね あんまりこうフィンランド語お話しできないから英語ってなるんじゃないですか。でそうやってなるとフィンランド語しか話せへん人と英語しか話せへん人がいる中で、ボーイズたちもね大変だと思うんですよ。でやっぱりまあここはねフィンランドですからね、フィンランド語が話さへんのがね悪いっていう感じもありますし、あのねもちろんフィンランド語でお話ししてくれるのは全然あの悪いことではないし、私もねあの話してって思うんですけど、でもね話してもらったらもらったで
ちょっとねやっぱりこうなんか疎外感を感じることもあるんですよね。でこれ結構ね国際恋愛とか国際結婚のこうあるあるだと思うんですけど、まあもちろんやっぱり語学の壁はあるなと感じることがあります。もちろん国際結婚をするにあたって私たくさん手続き系の動画を上げてきてると思うんですけれども、まあね費用の動画もたくさん上げてると思いますが、まあまあお金がかかりますね。去年はいくら使ったでしょうね、本当にたくさん経済を回したなと思っています。去年と今年のね引っ越しとかもあって、でもちろんねお金はね本当にたくさんのお金がかかるんですけどね、はい、帰省のためにはね多分2人で20万ぐらいのお金はね 毎年かかるというか、もしかしたら40万ぐらい2回帰るんやったらっていう感じなので、そんなにね簡単にすぐ帰れるものじゃないなっていうのはもう来てねもう重々感じておりますね。で例えば今はね家族みんな元気でいいんですけど、もしねその家族に何かあった時とかは本当にいきなりそうやってすぐ帰ることもできないので、ちょっとねその辺が不安だなとは思います。日本にいらっしゃっても今は特にねコロナがありますからとそんなに簡単に帰れないと思うし、もちろん日本でも距離があるとね帰るのは帰省とか難しいなと思うんですけども、日本とその日本でね離れて暮らしている方も一緒で、そう私もね外国に暮らしているということもあって、そうやってね日本に帰るときにそのお金がかかるのと時間もかかるのと、あとすぐそうやってスケジュールとかをちゃんと組まないといけないから、明日帰るって思って明日帰れるものじゃないっていうところですね。まあ当たり前ですけど。でなんかよく聞くのが食の文化とかの違いって結構大変っていうことは聞くんですけど、私はね特にそういうことは感じたことがありませんが、まあ確かにね私はねフィンランド料理はあんまり合いません合いませんっていうか美味しくはない、なんか合わないわけじゃないですけど美味しくはないっていう感じですね。なんかお腹減ったから食べるけどこれが食べたくて食べるわけじゃないっていう感じのご飯なんですよ。文化が違うということでねあると思いますが、すごく決断をしないといけない時がたくさんあるというか、そういう感じはよく思いますね。なんか付き合い始めるのは簡単なんですけど、でそれで付き合い始めてからどっちの国に行くとか、将来子供ができたら多分もっともっとねいろいろな決断をしないといけなくなるんじゃないかなと思いますね。子供の語学のこととかもそうだし、たくさん決断する機会があるということですね。そう私たちも本当にそんな感じで、そうここに来た時の仕事とかどうやってこう生きていこうとか、語学学校に行こうとか、そういうね、いろいろなんかまた大学生になろうとか、結婚を決める前にこう移住をしてもいいなって思った時は何のビザで来ようって思ってて、でなんか就職就労ビザ学生ビザもなとか、あフィンランドワーホリビザないしなとかいろいろ考えてたんですよね。っていう感じで結構ねたくさん決断する機会があるなと思います。これ実際は個人の差だと思うんですよね。なんですけどやっぱりそうやってまあ私が感じる中で、私結婚もあっちくんとしか結婚したことないからあんまり比較することもできないし、ちょっと申し訳ないんですけど、そうやって私が思うことかなと思います。でも本当に一番大きいのが、その何かあった時に帰れへんとか、次の春ぐらいに一時帰国しようと思っていたんですけどとかいるんですけど、その時もあっちくんが入れるかもわからないし、でも入れるってなったらビザを取らないといけないんですよね。でも12月からほらなんかオミクロン株の影響で外国人もビザ持ってる人も入れなくなったはずなんですよね。だからもうねいろんなことがいろいろ起こっておりまして、一人で帰るのかあっちくんを連れて帰るのか、あっちくんともねみんな会いたいと思うし、いやーなんかどうしようみたいな感じなんですよね。はい、ということで今回はね私がねペラペラとこうやってお話をしてみました。もちろんいろいろな意見があると思いますが、一人の女がねこういう感じで思ってるんやなっていう一つの例をご紹介いたしました。ではクリスマスまであと1週間ですね。年末まであと2週間ですね。はい、皆さん今年も頑張りましょう頑張りましょうってなんやろいや、はい、では今日も見てくださりどうもありがとうございました。では今からちょっとシャワー浴びたいと思います。バイバーイ